や動画撮ろう、いや撮ります。さあお相手が、あーロベート・ミシーラスか、あー辛い、うん、いや珍しいなサイヤ男ヒーローは。いや今ねそのサイヤ男のヒーロータイプの順位がバトスさん順位が 100位ちょっとの人と当たって、まあ、ちょっと動画撮るかな一瞬悩んだんですけど、まあせっかくなんでちょっとね回してます。はい、デッキはねこれ、はい、こんな感じです。まあ大会に出ようと思ってるデッキなんですけど、うん、まあまあまあなかなか防御面に徹した感じのデッキです。火力はこれでねなんとかするっていう、感じですかね。あとエリート回収なんでなんだかんだその亀裂に入れたりで火力出るんですよね。だから防御に今回特化してます。さあ1ラウンドどうしよっか。とりあえず相手ロベドミだから、まあベジータでパワー毎回パワーじゃないや軽減が 50% 上がるので相性はまあいいと思う。おーさすが私。ただシーラスで軽減を消されるのが辛いので、まあゴジータ下げとこうか。うん、ゴジータに集中砲火されるとやばいのでゴジータ下げて他全出しでいいかな。エナジー貯めようか。こんな感じいいじゃん。行こう。あーごめん、あーごハンク下げればよかったな。まあいいや。さあお相手がシーラス下げて全出した。あーパワーめっちゃ上がったな。ロックオンはまだいいや。火力やばいな相手で。クロノアと時の回復心だけ同じっすね。こっちとあとサイヤマンも同じか。まああっちが火力ならこっちは防御っていうね。はい、まあちょっと面白い戦いになりそうっすね。さあいい感じに反撃能力発動。まあ、ここからダメージ全部 62.5% 減なんですけど、シーラスで軽減を1回だけ消されちゃうのでそれだけ怖い。そのタイミングでまあフリーズとかやるしかないんだけどさ、次でシーラス出てくるかどうかも分かんないよね。ベジット出して半減してくる可能性も高いし、いろいろとちょっと難しそうだな今回は。あーチャージがひどい。まあまあまあ言うてそんな食らないし。さあ HP は結構あるんでね。クロノアか。まあ、亀裂はどうかな。亀裂はするか。うわーなんでマジで最近多すぎでしょそれ。いや亀裂に行くの多すぎマジで本当多すぎ。まあ、ただこっちも言うて時の回復心もあるから、であれでしょ、ご飯室で6000回復もあるから、まあ全然問題ない。ああ意外と食らない。ああ意外と食らないな。はい8900ダメージと。次のメテオだけちょっと避けたいので、まあうまい感じにちょっと2人出しとかでいいんじゃないかな。これだけちょっと怖いな。なるべく固定は食らいたくないし、次時の海洋神下げてっていうのでもいいよね。どうせ次時海下げちゃえば激減だから多分相手何もできないよね。で3ラウンド目にかけようか。はいはい、次でシーラス出してくるかな。出してきたらすごいんだけどね。ベジット出して守ってくる可能性が高いんだよね。あれシーラスって確かさ、 OK 確か VR キャラを出すと自分チーム全員の受けるダメージが半分になるんですよ。それを活用してきそうな感じがある。あれとりあえず決まったのでかいね。ここ あんまり入らないか。あーガードが高い、ガードが高い。はいドミグラ亀裂はでかい。まあ微妙。どうする、時の海洋神切るか悩むな。あーいいね。あっうわーやらかした、最悪。
これ相性悪いのか、今気づいた。いや今気づいた、これスキャンジンこうだった。あスキャンジンミスった。うわ最悪、3倍逃した。まあしょうがないわ。うわなえるなそれ。とりあえずこのラウンドでどうしよう、受けるダメージ 40% 減使ってさ、軽減カチカチにしよっかな。でそしたら解き返下げる必要なくなるから、そうしよっか。で仮にシーラスが出てきても、まあロックオンされたって言ってもさ、そんな全員軽減無効にされるわけじゃないから、なんとかなる。さあ敵はベジット出してきましたね。はい想定通り。したらこっちはアバター出そっか。あいいや、アバターまだいいや。したらこれでいいんじゃない。これで、まあ、4000は食らっちゃうんだけど、クロノア発動させて終わりで、ベジータとクロノアと、まあ、軽減はカッチカチだね。 40% 減とで、相手多分まだ 40% 減読めてないと思うから、多分ねシーラス出してこないと思う。はい下げた、 OK ナイス。ここは硬いけど、まあそれはお互い様っしょ。はい、お互いカチカチですね。よし、オッケー。4000は痛いけど、まあまあしょうがないね。あーいいねそれ、それいいね。さあこのラウンドは 50% 減、25% 減、40% 減だから、だいたい 85% ぐらいかな。軽減率でいうと多分 90% いかないぐらいだと思うから、だいぶ硬いはずで、相手ご飯って発動避けてきたんで、そんなに出してきてないですね。これも都合いいね。はい反撃の文字も発動、いいねこれの安心感半端ないな。さあ行こう。さあ時空切りで戦闘力出なくするのもでかい。でこっちの方が気力ダメージ与えられるから、まあ都合いいですね。次の先行は取れると思う。買った、マジで。いやいや硬いね、シーラスクロノは硬い。しかもこれ次のラウンドお互いと控え切るから、多分4ラウンドまでいきますね。あただこっちパワー1万5000超えないから、置き換え刺さっても半減なんだね。あーそっかそっか、あーオッケーオッケー、ボッド玉レベル抑えた、これはでかい。さあこれでボッド玉は使えない。あーいいね、いい。さあここパーフェクト取りたい。あーオッケーナイスミラクル、オッケー取った、よし。ああよくば亀裂を狙いたいかな。これ誰攻撃してる、ロベル。いや4ラウンドいくかなこれ硬いな相手。毎回シーラスでガード5000上がるのもなんかちょっとハッチャン的な硬さがある。あー硬い、オッケーロベル持ってった。さあこれはまあそんな入らないかな。結局ベジットが硬すぎるから、まあこれはしょうがない。ただチャージ早くして復活封印できたのは非常に大きい。うんまあ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 、で次のラウンドで多分ロシータの3倍は刺さると思うんだよな。さあこれでさらに経験を上げていくというカッチカチでしょう。あーゴッド玉こっちに持たせればよかったな、失敗した。さあ残り24000、スーパーエナジーはいややめとくわ、やめとこう。これでパワー下げちゃうからこれやめときます。言うてここも硬いしな。さあエリートに行った、これはすごいね。多分エリートの軽減率今 90% 超えてるんで、どんぐらい食らうこれ。やばいやばいやば
ああ、まあ9割、いや、行ってるね、普通に。エリート連携で3000円食らうから、普通に。さあ、またエリートに行きましたね。これでどんぐらい食らう？おお。さあ、バウト。オッケー。さあ、セーダー、でかいでかい。ダブルだけか。で、相手のエナジーが今度こそね、上回ってるんで、これが発動しますね。あー強いな、強い。さあ背景性逆転発動、ラウンド3。ここで攻めますか、解き替え切って攻めよっか。あー待って、いやしたら、これでいいんじゃない、これでいこっか。で、戦闘力上昇率を元気玉で半分にするんで。おお、出してきた。マジで。やった、シーラス出てきた。これは来た。さあ、ロックオン。そしたらロックオンはね、まあ、気絶狙いいけるかな。相手気力結構多いから、まあ、きついとは思うけど、多分だけどロベルが一番少ない。さっき気絶したからあいつが一番少ないと思うんだけど、どうかな。ロベルで、どうせ9割減だから。ここははい、相手ロックオンしてきませんでしたね。さあ、いやここは何もできないでしょ。で、時の海洋神をなぜか下げていない。なんで下げなかったんでしょうね、相手。あーでかい。で、ここは海洋神のフリーズアタックがあるので、これまたでかい。フリーズで亀裂させたところに攻撃を浴びせることができれば。さあ行こうか。時の海洋神もしかして絶好のチャンスかな、違うかな。なんかね、下げてこなかったからあれが怪しい。さあここは硬いでしょ。あー微妙。できれば気絶したところに行ってほしいな。誰だ、クロノワか。あー硬い。軽減と解き替えの9割減で異常な硬さになってますね。さあこれは絶対の安心感がある。素晴らしい素晴らしい。あ全然食らない。クロナ起こせ起こせ。あー OK、 フリーズこれでかいでしょ。さあサイヤマン止めたんでスーパーエナジーはできないですね。さあこれでパワー下げられる心配がなくなったと。でお相手多分ゴッド玉で終わりにすると思うんだよね。ここはどうせ9割減だから龍拳はやらないと思う。おーオッケー、おー黒縄に行った、オッケーオッケー。さあこれで黒縄が起きると。でカッチカチだからダメージも全然食らわないっていう。いやいいね。あーチャージ早くされるのか。まあまあまあ、おー珍しい。やば、硬すぎ。さあゴッド玉も9割減で軽減もあるから、まあ全然食らわないでしょう。あーおー123すごいね、こんな軽減できんの。やばいね、普通に考えてドミグラでロベドミでパワー上がってるのにあれはやばすぎ。待った、なんでこんな早い。あれオハンクスってさ2段階で最速だっけ。まあいいや、めっちゃ早いんだけどチャージ。さあどんぐらい食らう。
まあ、シート当てれば問題ないね。オッケー、パーフェクト。相手もパーフェクトで最速。はい、パーフェクト、オッケー、オッケー、決まった。さあ、技はバーニーがタックにしてるからそれなりに軽く出るはず。あー、いいね、いいね、いいね、結構減るね。おら、おー、亀裂狙えないかな、さすがにきついかな。亀裂も狙っちゃえ。あー、いい感じ、減った。あー、ギリギリ残りやがった。あー、でも亀裂狙える、これ。若干いた、若干いたか。グレサイに行け、グレサイに行けば終わり。グレサイ、グレ、あー、惜しい、惜しかった。今のグレサイ行って惜しかった。あー、まあまあしょうがないね。さあ、牛曲龍拳全部やろっか。あー、まあまあ4ラウンド行きそうっすね。さあ、元気玉がどんぐらい入るか。あー、やろうやろう、全部やろう。これエナジー10だからこれもやろう。さあ、2000ぐらい減ってほしいな。あー、まあ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 って感じかな。さあ、これが強い。9800、マジか。え、絶対無理だと思った、絶対無理だと思った。6000ぐらいかなと思ってたんだよ。あのスーパーエナジーだってあのダメージだからさ。えー、マジか、3倍でそんな出んだ。えー、まさかの計算外。ということで今回は、いや、いい試合でしたね。ちょっと唐突にね、動画回し始めた感じになったんですけど、なんか神バトルをね、お見せできたんじゃないかなと思います。はい、まあ大会デッキなんでね、いい感じになってたんじゃないかなといったところで、ご視聴ありがとうございました。